ユン・ソンにョル大統領は18日国立518民主墓地で開かれた第42回518民主化運動記念式の挨拶で我々は42年前自由民主主義と人権の価値を血をもって守った5月の構想を覚えているとした上で518民主化運動の5月精神は国民統合の礎だと述べました。就任式の挨拶で 統合という表現が抜けていたとする指摘を受けユン大統領が直接政治自体が統合の過程だと説明しましたが今回はあえて統合のメッセージを強調しましたまた記念式では革新陣営の歌とされるあなたのための更新曲を出席者が立って声唱しましたこの歌に対する保守陣営の抵抗感が強いため政府行事では常に問題となり パククネ政権当時もあなたのための行進曲を斉唱するよう革新陣営が要求しましたが当時政府は合唱の形を維持する代わりに出席者が合唱団の歌に合わせて自由に歌えるようにしました一方、記念式には大統領室の秘書官や長官をはじめ与党・国民の力の議員100人余りが出席しました。 国民の力の議員のほとんどが518記念式に出席したのは今回が初めてです。